東京の私大志望が欲しい、金沢大学の三教科入試。金沢大学、私立大学型の三教科入試やってるんですよね。これ、マーチを目指すような東京の学生が欲しいのかなと思ってるんですけど、僕は。実際どうなんでしょうね。文系一括前期72人。共通テストは、いわゆる私立文系型の英語、国語、知歴、公民で受験ができる。 二次が英語200点総合問題400点なんですが、二次の配点が60%ということで、えー、一括で入学しておいて、2年生の時から好きな学類へ進める。理系の場合は一括前期83人。共通テストは英語数学だけ、通算なし。二次が理科600点、物理科化け、生物じゃないんですね。二次の配点が60%で、2年生の時から好きな学域へ行けるというものでございます。 じゃあ、これで首都圏から来るのかということで、えー、例えばなんですが、東京から43人、埼玉18人、神奈川27人と、そんなにすごい多いわけじゃないんですが、東京の有名私立大学に三教科で行く人にとって、金沢大学に三教科で行くっていうのは、まあ、検討に値するのかなという気はします。とはいえ、首都圏国公立に入れちゃう人が行くとはとても思えない。で、私立の場合どうでしょう 総計行く人は行かないだろう。理科大の人だったら理科大行っちゃうんじゃないのかなということで、マーチあたりからですかね。マーチ行くか、金沢大行くか。皆さんどっちがいいですかあと理系だと四高台芝浦行くか、金沢行くか。これはあの、偏差値とかの問題じゃなくて、もう、その自分が千葉や横浜に住んでて、芝浦行きたいか、金沢行きたいかですね。 あとは日大理工、北里の理学部、東方の理学部あたりになってくると、金沢大学の方が研究という意味ではもしかしたら良いのかもしれませんが、金沢大学、たとえ3教科であっても2次はあるし、その手間暇をかけてまで金沢大へ行きたいかというときに、まあ、首都圏の人の多くはマーチか4校大へ行くんじゃないかという気もするけれど、どうでしょう。金沢大は そのの東京や埼玉の受験生が獲得でできてるんですかねただ金沢大自体は三教科だから私立の人来てねとは言わないで入学後に行きたい進路を選べるというのを強く打ち出してますのでまあ興味がある方はどうぞ。